どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はですね、まあいきなりファイナルラウンドから始めてるんですけど、これまた新しく来た新モードでですね、まあ前回やったんですけど、まあファイナルマラソンっていうファイナルラウンドしか来ないコースを今日やりながら、何やらここね、俺ちょっと練習したからいけるようになってるんですよ、ほら。ということで今日はですね、なんか公式のディスコードサーバーがね、フォールガイズにはあるんですけど、そちらの方でなんか公式のグッズが販売されたみたいです。皆さん第一ラウンドクリア。はい、ということで続きましてヘキサゴンやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。ということでですね、こんな感じのぬいぐるみがね、なんか公式で発売されたらしくて、こんなとかの可愛い、もうザ俺たちが欲しかったようなガイズくんがね、あ、ちょっと待って、これこっちだな、ありがとうございます。なんかね、ガイズくんがまあなんか買えるみたいで、公式のサイトないけど海外のサイトやから、まあちょっと購入するときはね、まあ海外サイトで買うってなると結構俺まあよく昔使ったことあるんですけど、まあトラブルとか届かなかったりとか、金だけ奪われて届かなかったこと結構あるんで、まあそこら辺はね、ちょっとまあ自己責任やってほしいんですけど、一応公式のサイトで、まあゲームストップやったっけな、まあなんか概要欄にちょっと書いておきます。まあぜひね、買いたい人は、まあ年末やしね、外族に囲まれて過ごしたいよっていう人はぜひ、まあ買ってみてはいかがでしょうか。まあ多分届くのは2、3ヶ月先ぐらいになると思うけど、これちょっと待って、どこ、これちょっとこっち消したいし、こっち来ちゃってるのもいいや。じゃあ一緒にこいつと一緒にやろうか。あー、危ない。という感じでね、可愛いガイズくんとの、ぬいぐるみを、多分俺は買うんですけど、まだ俺買ってないから、まあ正直どんな感じかわかんないと思うんだけど、まあ公式のディスコードで言ってるから、まあ詐欺サイトとかではないから、まあそこはね、皆さん、安心してください。多分ね、自己責任で頼むわ。はい、続きましてジャンプショーダウンやっていきたいと思います。これね、一人ずつ抜けていくっていうサービスなんで、サービスというかシステムなんで、まあ最後になると、まあ3人か2人で対決していくって感じなんです。ということですね、まあ俺はね、ちょっと正直ね、この、まあサイト、海外のサイト見たんやけど、まあ2000円くらいかな、確か。4000円 ?5000 円ちょっとその辺ぐらいなんですよ。まあ決してまあそんなめちゃめちゃ安いとか、そういう感じではないんで、まあ全種類買おうかなと思ったんですけど、まあ全種類はさすがにいらないかなっていう判断に落ち、まあどうせ買うなら、まあ俺ちょっと空色が好きなんで、あの青色のこのガイズくん買おうかなと思ってるんですけど、みんなやったらね、ちょっとまあ買うかどうかはまあさておき、ちょっとどれが欲しいかちょっとコメント欄でね、書いていただけると非常にありがたいです。まあ正直青色か、俺はあの鳥のやつだね、なんか鶏じゃない方の青色の鳥のやつを買おうかなって。か、いや、こいつ絶対しばっからな、お前絶対しばっから、俺絶対しばっから、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 絶対気を取り直していきたいと思います。さっきやられたんで、絶対こいつらのうち誰かしばっからな、俺。いや、やられたことはやり返すよ、全然知らない人にね、全然知らない人にやり返していくんで。あの卵、この卵結構怪しいな、おらさらばじゃそういうことだ。どういうこと?はい、ということで続きまして、さっきの肉気ジャンプショーダウンやっていきたいと思います。ちょっと仇を取りたいので、ちょっとしばきたいんですけど、誰か。ちょっとね、さっきね、普通に裏で、チラチラ、あの、公式サイト、あの、グッズの公式サイトの方を見てたんですけど、そしたらね、なんかちょっと大きさ違うっぽいね。なんか18インチやら8インチやらって、それに大きさに伴って、なんていうの?値段が違うみたい。あ、なんかみんな死んだ。値段が違うっぽいから、どっちかって言うとやっぱり大きいガイズくん欲しいよな。はい、続きまして、ヘキタゴーンやっていきたいと思います。なんかね、今、18インチかな ?18 インチが最高みたいなんで、なんかもうちょっと、等身大のガイズくんとか、もっとめちゃめちゃ、もう5万とか10万とかで、売ってほしくない?なんかそういうの。なんか俺、それだったら買うわ。等身大のガイズくん。ちょっとまあ高めかもしれんけど、等身大ってなるとね。確か180センチぐらいあるんやったっけ、あの子って。あの子っていうか、まあガイズくんって。ので、まあ非常にね、高額な値段になると思うんですけど、まあそうやってね、自分のカスタマイズできたりとか、自分のガイズくん。なんかいろいろグッズ展開できそうなんで、まあ今後もね、ちょっといろいろとグッズ展開してほしいなっていう気持ちはね、俺あるんですけど、まずはこの試合で勝っていきたい。これ正直もう、ガンガリ消しちゃっていいと思うけどな、俺。ガンガリ消しちゃいます。いや。うやっ!うやっ!いやこれ、まずいですね、これ、社長。ちょっと俺、もう一個上の段に行こうとしたんですよ。正直な話するとね。もう一個上の段に落ちようとしました、僕は。今日ちょっと開けとこうか。開けて、いやでも全然これ、今走ると良くない気がするけどな、俺は。これ上、まだまだ残ってるから、ちょっとだけ耐久しつつにしようか。で、下の、上の奴らの影が見え始めたら、ちょっと走り出すぐらいの感じで、あー、見えたね。
今あ2人いるね。走ってるのか。走ってるならまあいけるかな。これは反対側に落ちてくれると非常にありがたいんですが、これ一人でも落ちればいいんで、その一人に俺がならなきゃいいっていうだけの話なんですよ。ここをさてと、さあこのトラップ君たちはどう展開する。結構間開けたよ俺。これ結構間開いてるよ俺。結構間開いてるよ。結構間開いてるよ。結構間開いてるよ。みんなどこ。あ、みんなどこ。あ、みんなどこ。え、これやばい俺もしかして。あ、やばい。あ、いる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 、あそこにいる。やばい、これちょっと待って、これやばい俺たち、これやばいかな。いや、あいつでも、いやいっぱい残ってんな。頼む、もう一人落ちて。ちょっとちょっとありがとう大沼やん。はい、ということで続きまして、パッキンパッキンのアイスヌスペシャルやっていきたいと思います。これ3人なんで、あと1人ここで落ちて、で次ファイナルって感じなんよね、1対1で。のでちょっとガンガンにこれ消しちゃおうか、普通に。なるほど、それまずいですよ社長たち。社長社長こいつガン追いかけようこいつをガンガンに追いかければ、いつか自分のミスを引き起こすんじゃないか。あーなるほどね。あーそっち行った。くっさ、なるほど。こいつらなかなかいいキャラコンしてますね、あの子たち。おりゃおりゃって、うわっ、まずいですよ社長これ。社長こっちまずいですよ。いっぱい人そんないないか。そんないないか。はっ、はい、僕は負けてません。先ほど負けてません。ということで、最後戻ってまいりました。最後。これ本当に最後の最後、クラウンマウンテンやっていきたいと思います。あー、しかもこれね、1対1の VS なんで、うわー、これ、駆け上がっていく感じか。対戦よろしくお願いします。確かね、右の子は中国の子やったんで、よろしくお願いします。旧正月一緒に祝いましょう。あぶね、何今の。なんかすげー足取られたんですけど。あ、わ、あ、嘘だーまあまあでもハンマーあるからね。ハンマーあるから正直あんま関係ないっつっても関係ないね。あんまり関係ない。あんまりか、よし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 。そこで寝そべっといてくれ、君は。いいね。あーありがて。うわ、すっげー意味わからん。ギャラクティック砲みたいなの打ってんや、今の。ここ、危ない。ちょっと。どうなってるんですか、このゲームは。ここ。はいはいはい。はい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 。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます大変ありがとうございます。あそこにいるね。ということで皆さん、年末なんで、ガイズ君のキャラクターグッズ買ってみたらいかがでしょうか。ということで、また明日。まあ、全ては自己責任で頼むわ。海外のサイトやからってことで、よろしく。バイバイ。